両陣営攻守の方向を入れ替えまして、これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。第4クォーターは磯のスーパーサーズ、自陣45ヤードからサードダウン9で試合再開。さあここでクォーターバック18番自らキープし、トップ上がります。スーパースターズ、しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースタートがあります。ボールを持ちまして中央駆け上がりました。しかしわずかにファーストダウンには至っていません。フォースダウン、ファーストダウンまでは残り1ヤード。さあこの1ヤード、どのような選択をするでしょうか、そのスーパースターズ。ボールオン相手陣47ヤード、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル。さあ1ヤードの前進で勝負をかけます。QB がいった、ファーストダウン、ギャンブル成功。スーパースターズファーストダウン。選択肢なコーナーバック、田中自らのキープレー。これ判断コースをしました。攻撃権更新です。磯のスーパースターズファーストダウン。磯のスーパースターズ。敵陣44ヤード、さあこれで攻撃をリセットしまして、スーパースターズ相手陣44ヤードからファーストダウン。さあ今度はランニングバックに託した、タックル群がる中27番、タックルをかわして約1ヤードのゲインとしています。27番東、このタックルをしのぐように体をねじ込んでまいりました。磯のスーパースターズセカンドダウン9、ボールオン相手陣43ヤード。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでクォーターバック15番、右に展開した18番、右に展開した15番にパスを投じましたが、パスを投じましたが、このパスをこれはテスターズ素晴らしいパスカバーにより29番ディフェンスワーク藤原直人選手がカット。パスインコンプリート、パスは不成功です。以上のスーパースター、このパスカバーはテスターズ29番の藤原。そのスーパースターズサラン9、ボールオンは相手陣43ヤード。さあこのランはジェイサーズ取れた。スーパースターズランニングバック25番ミヤルのトップレフにかけましたが、しかしこのランプレーは阻止されましてフォースダウンに変わります。レフェリータイムアウト、ディフェンスチーム負傷者のためのレフェリータイムアウト。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。フォースダウンの状況で試合再開になります。磯のスーパースターズパントフォーメーションを選択しました。さあ果敢にキャッチに行った、このパントによって陣地を押し戻される。スーパースターズフォーキャンの攻撃はパントにより攻撃の攻撃、
ファンター5番朝日翔太選手がファンター蹴り陣地を挽回しています。攻撃権はトライアクシスゲイスターズに移ります。トライアクシスゲイスターズ自陣26ヤード付近よりファーストダウン10。ジェスターズ自陣26ヤードからのファーストダウン10。パス不成功、インコンプリート、パスは不成功。3番プレッシャー感じつつ左に流れてワイドレシーバー15番にパス、しかしこのパスは通らずパス不成功となっています。レフェリータイムアウト、ディフェンスチーム負傷者のためのレフェリータイムアウトです。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。試合再開となります。レフェリータイムアウトが解けまして、ジェスターズ自陣26ヤードからセカンドダウン。セカンドダウン。パス成功。パス成功。クォーターバック13番、今度は右に展開したジェスターズ。クォーターバック13番、前田選手からワイドレシーバー10番。大久保健選手へのパスが成功。パスを投じました。クォーターバック13番は前田、取りました。ワイドレシーバー10番は大久保。ゲインは5ヤード。テスターズサードアンド5。これはイソドンナイスです。ここをランプレーで突破がありました。さあしかしこれは磯の30番が素晴らしいタックルを決めまして、このランプレー1アウトロスに変えています。ガスタロー選手の中央プレー、素晴らしいタックルを決めまして、このランを阻止しました。磯のスーパースターズ30番は隅、しかし磯のスーパースターズの激しいタックルに合い1アウトロス。ジェスターズフォースダウン6でパントフォーメーション。さあどうなるか、ドブロック入った。さあこのボールどうなる、ビッグプレイ。さあここでトライアクシスゲイスターズフォースダウンの攻撃、パントを蹴りましたが磯のスーパースターズの選手がこのパントをブロック。なんとかパンターはそれを確保して蹴ろうとしましたが、ボールを抑えたっている磯のスーパースターズのファーストダウンの攻撃となります。磯の相手陣6ヤードからの攻撃に入ります。スーパースターズ敵陣6ヤード付近よりファーストダウンというゴー、タッチダウンまで残り6ヤード、まだ諦めておりません。素晴らしいプレーで持ちまして状況打開を図ります。さあ相手陣6ヤードの絶好の位置からそのスーパースターズファーストアンドゥーゴー。さあ左にまくっていくわ、これはでもジェイスターズの踏ん張った。
ラジワック27番、そのスピードを持って左オープン展開し、一気にエンドゾーンになりましたが、しかしこれはチェイサーズイベントをカバーしまして、このラン阻止しております。東直樹選手ボールを持ちまして左サイドへ展開しましたが、ここはトライアクシスでした。23番ディフェンスバック脇圭介選手がタックル。セカンドダウン2ゴール、残り7ヤード1ヤードほどロス、後ろに下げています。磯野スーパースターセカンドダウン、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ターゲットを探しながら内側に切れ込んできた15番へのパスでしたが、しかしこのパスコントロール定まらず不成功となりました。ダウン1つ失ってサーブダウンに変わります。スーパーサーズサーラントゥーゴール、残り7ヤード。磯野スーパースターズサードダウン、タッチダウンまで残り7ヤード。ここでホイッスル、チームタイムアウト、磯野スーパースターズ後半1回目、磯野後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどそこで磯野スーパースターズ後半1回目のタイムアウトを取って、ここで点を練り直します。タイムアウトを入れまして、この反則を回避しました。それほどに双方とも緊張感漂う状況になっております。さあここのタイムアウトを命を救う大きな水入りという形になりまして、生かす形になることができるでしょうか、磯野スーパースターズ。はい、セレイサーズもここをしのぎまして状況優位を保つでしょうか。タイムアウト取りまして試合再開です。磯野スーパースターズ相手陣7ヤードからサーダーン2ゴー、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。右エンドゾーンをタッチダウンを狙われてエンドゾーンに向けてのパスでしたが、不成功、ダウンが進みます。フォースダウン、フォースダウンとなりました。そのスーパースターズフォースダウン2ゴール。さあゴール前7ヤード勝負します。フォースダウンギャンブル、磯野スーパースターズフォースダウン。キュービーソーク、トライアクシスジェイスターズ。ここでクォーターバック下がりましたところ、ジェイスターズ59番がキュービーソーク、4回目の攻撃をキュービーソークが封じました。攻守交代、ターンオーバー。見事 QB サックしまして、この攻撃をしのぎましたのはジェイスターズ59番の前村。トライアクシスジェイスターズ59番前村和馬選手、 QB サック攻守交代。攻撃変化ありまして、ジェイスターズとなります。ジェイスターズ自陣18ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。ここでまず最初のプレーをパスとしましたジェイさん、しかし磯野ディフェンスインが殺到しまして、このパスは不成功という形になりました。磯野もまだ闘志衰えておりません。状況打開戦とディフェンス陣殺到しております。
ジェスターズ自陣18ヤードからセカンドダウン。トライアクスジェスターズセカンドダウン。さあ今度はクォーターバック自らがキープします。トライアクシスでしたクォーターバック13番前田義孝選手自らのボールを取り右オープンへ展開。ゲインは3ヤード。トライアクシスジェスターズサードダウン。ファーストダウンまでは残り7ヤード。ジェスターズサードダウン7。ボールオンは自陣21ヤード。磯野ナイスプレー。ここで展開しようとしたのはスクリーンパス。トライアクシスジェスターズ14番ランニングバック谷奥雄介選手がパスが成功。これを磯野40番見事に対応しました。このプレー阻止しました。ラインバッカー44番バイスキャプテン井川聡太選手がタックル。ゲームを与えません。素晴らしい対応でした。ダウンは進み、さあそれになりました。攻撃権をフォースダウンロングパントフォーメーションに追い込みます。絶妙にコントロールよく磯野陣20ヤード地点まで押し返しての攻守交代となります。しかし磯野ここはジェイスターズの攻撃を終了して、さあ反撃となります。攻撃を終えます。試合終了まで失礼しました、第3クォーター終了まで残り5分5秒。得点掲示板第4クォーターのところに0を表示してください。失礼しました、第4クォーター終了まで失礼しました、試合終了まで残り5分5秒。さあ磯野スーパースターズ攻撃権が増してこの位置自陣19ヤードからファーストアンテン。さあ中央へのランプレーを進みます。クォーターバック18番田中圭選手の中央プレー、ゲインは2ヤード。中央へ切り込みました。約2ヤードのゲイン。そのスーパースターズセカンドダウン8。ボールオンは自陣21ヤード。ここでクォーターバックはパスを投じようとしましたが、しかしここでジェイスターズディフェンスライン陣差と最終的に95番がキュービーサック、96番がキュービーサックしまして、ロスを奪っています。キュービーサックしましたのはジェイスターズ96番のロス。広島城北高校からアメリカンフットボールを始め、スーパースターズそして村山ピン、そして村山ビス、JPFF ノービスでチームをオーシャンボールに導きました若きディフェンスラインがここで活躍しました。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。磯野サードダウン13の状況でしたが、このパスは不成功となり、フォースダウンと変わります。時間が止まります。試合終了まで残り3分25秒。レフェリータイムアウト。オフェンスチーム、負傷者のためのレフェリータイムアウト。ここで負傷者が発生しているため、レフェリータイムアウトが入ります。
磯のスーパースターズフォースダウン13。プレー選択としました。フォースダウンギャンブル。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。ここで試合展開した4番へのパスでしたが、ジェイサーズディフェンスチーム殺到しまして、このパスを叩き落とし阻止しました。ギャンブル4回目の攻撃失敗となりますので、攻守交代となります。パスインコンプリート。攻撃権はトライアクシスジェイスターズに移ります。トライアクシスジェイスターズ敵陣16ヤード付近よりファーストダウン10。ジェイスターズ、はい、ジェイスターズ相手陣16ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。パスインコンプリート。パスは不成功。ここでジェイスターズはパスプレーを展開しました。クォーターバック13番左スプリントアウトからエンドゾーンへのパスを投じましたが、このパスはショートしましてパス不成功となっています。ジェイスターズセカンドダウン10。ボールオン相手陣16ヤード。ここで中央に切れ込んだ10番へのパスを通じまして、これを10番見事にキャッチしましてタッチダウン。その失礼しました、トライアクシスジェイスターズ6点追加となります。タッチダウンと合わせまして合計7点を追加。スーパースターズ7点となりました。見事タッチダウンしましたを決めましたのはトライアクシスジェイスターズ10番の大久保。残り時間3分を切りまして、その点差は37対7とその差は大きく広がりました。しかしまだジェイスターズの勢いは止まっておりません。また磯野もまだその試合を諦めない闘志あふれるプレーが続いております。まさに決勝にふさわしい熱戦となっています。さあ磯野リターンに入った。そのスーパースターズ陣25ヤード付近でボールレッド。先ほどの得点を挙げましたトライアクシスジェイスターズのキックオフで試合再開。このキックオフボール磯野のスーパースターズリターナー4番一の広高選手約20ヤードのリターン。攻撃権は磯野のスーパースターズ25ヤード付近よりフォースダウン10。磯野自陣25ヤードからのファーストダウン10。クォーターバックジャジャンハンドオフさせる際にボールをジャックしましたが、磯野スーパースターズクォーターバック18番田中選手自らボールを引き寄せました。原因は3ヤード。クォーターバック18番は田中。
磯のセカンドダウンセブン。ナイスラー、ファースト。磯のスーパースターのファースト。ランニングバック25番、宮田裕二選手の記録。攻撃権更新を果たしました。磯のスーパースターズファースト。ファーストダウン、新たな攻撃権4回を得ています。ゲインは11ヤード、富士38ヤード、39ヤード付近よりファーストアウト。富士39ヤードからファーストアウト。中央のアンペアを完攻しようとしましたが、今度はジェイスターズディフェンスが殺到します。ウソのスーパースターズランニングバック27番東直樹選手中央プレー。しかしここは取られてしまいました。見事なディフェンス陣が殺到になりまして、ノーゲインとしています。後半1回目、ただいまフィールド内はトライアクシジェイスターズ後半1回目のタイムアウト中です。タイムアウトを取りました。ジェイスターズ、ここで攻撃時間を確保し、さらなる得点を狙おうと考えているようです。試合再開となります。そのスーパースターズ自陣39ヤードからセカンドダウン10。さあクォーターバック自らの突破を図ります。クォーターバック18番約5ヤードのゲイン、ここでホイッスル。伊佐のスーパースターズ18番クォーターバック田中選手の中央プレー。チームタイムアウト。トライアクシジェイスターズ後半2回目。ジェイスターズ後半2回目のタイムアウトを取ります。タイムアウトを受けます。磯のスーパースターズサーダウン5、ボールオンは自陣44ヤード、試合時間は残り1分10秒。ここでホイッスル、イエローフラッグが発生しています。ここでファールマーカー、反則が発生しました。50番ペナルティーは5ヤード。3番オフェンスの反則です。フォルススタート、の反則は攻撃をスーパースターズにフォルススタート、ボールがナップされる前に動いてしまったという反則で、サードダウンやり直しになります。5ヤードのペナルティー、ダウンはそのままサードダウンのやり直しです。試合終了まで残り1分10秒。磯のスーパースターズサードダウン10、ボールオンは自陣39ヤード。
クォーターバック自らキープを図りましたが、しかしこのスーパースタークォーターバック18番田中健選手の中央プレー、フォースダウンと変わります。チームタイムアウト、プレイヤーズジェイスターズ、後半3回目、後半最後のタイムアウトを使いました。ジェイスターズ、わずかな隙も許さず、この攻撃しのぎまして攻撃権を得ます。このパントは結果的にはジェイスターズ陣35ヤード付近でボールデッドとなりましたが、ここでイエローフラッグが発生しています。キッチインターフェアンス、キッチングチーム、ペナルティーは15ヤード、トライアップジェイスターズファーストダウン。パントチーム側である磯野の方の反則です。ただいまの反則はホワイトのユニフォーム磯野スーパースターズにフェアキャッチ、リターンをしないというシグナルを起こした選手に対する過剰な接触行為です。フェアキャッチする選手に対しフェアキャッチはキックオフリターン際に危険をさせたリターナーが保護のために行うプレーですが、危険な行為に当たるためタックル戦のペナルティが課されます。先ほどのプレーはそれを反射という鑑定になります。15ヤードの抜体を受ける形で攻守権譲渡となりまして、トライスターズの攻撃、トライアクセスジェイスターズの攻撃となります。ジェイスターズ相手陣49ヤードからのファーストダウンテン、パス成功、パス成功、ファースト、トライアップジェスターズファースト12番さあ、チェーンは止まっていたら先発されます。時計は回り始めます。さあ、審判の腕が回りましたので、時計は回り始めました。試合時間残り40秒を切ります。ジェスターズ相手陣38ヤードからのファーストアンテン、ファースト、トライアクシスジェスターズファースト、ここでプレッシャーかけました。コーターバック13番左にスクランブルしまして、攻撃権を更新しています。バットを投げる構えからスクランブル、左奥を駆け上がりました。13ヤードのゲイン、トライアクシスジェスターズ敵陣26ヤード付近よりファーストダウン10、ジェスターズ相手陣26ヤードからのファーストダウン10。試合時間残り18秒、パスインコンプリート、ここはクォーターバック13番ディフェンス殺到しましたので、アメリカンフットボールはパスが失敗しますと時間が止まります。試合終了まで残り11秒、パス失敗となりますと時計が止まりましたので、試合時間残り11秒となります。トライアクシスジェイスターズセカンドダウン10、試合時間残り11秒、
スは成功。パス成功、パス成功しています。トライアクスジェスター10番大久保圭選手へのパスが成功。レフェリータイムアウト、ゲームクロックを2秒に修正してください。先ほどのボールをキャッチしましてから外へ出たようです。したがいしてその出ました時間残り2秒が残った状態となっています。ここでイエローフラッグ反則が発生した模様です。スナップ前の反則です。イリガルスナップ、オフェンス52番、ペナルティは5ヤード、ファースト。先ほどのプレーでオフェンスチームイリガルスナップの反則がありました。トライアクスジェスターズにできる限り早くプレーをせんと不正なスタートを切った模様です。5ヤードバッタリとなります。不正なスナップがあったという反則です。5ヤードのペナルティ、5ヤード下がりましてファーストダウンを入れます。ファーストダウン15、試合時間残り2秒。さあどうだったか、タッチダウン。この最後の2秒でのプレーエンドゾーン式に流し込んだワイドレシーバー4番にパスを通し、これを4番キャッチしましてタッチダウンとなりました。6点追加です。プレーの結果はタッチダウンです。ルールによりストライクポイントは行いません。試合終了です。ここで試合終了となりました。ここで試合終了です。NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会祭第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会ドリームバルトーナメント決勝戦、トライアクシスジェイスターズ対磯のスーパースターズの試合はご覧いただきましたように43対7でトライアクシスジェイスターズが優勝いたしました。そのスーパースターズ2年連続でまた無念の涙を飲むことになります。しかし素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。表彰式を行います。両チームの選手の皆様はサイドラインに整列してください。優勝いたしましたトライアクシスジェスターズに第69回西日本社会人アメリカンフットボール選手権大会グリーンボールジュニアトーナメントの優勝杯が授与されます。トライアクシスジェイスターズのキャプテンはフィールド中央へお進みください。優勝杯を授与いたしますのは日本社会人アメリカンフットボール協会理事姉妹浩二です。そして素晴らしい復活を遂げましたトライアクシスジェイスターズ、優勝おめでとうございます。次に個人表彰に移ります。これより続きまして個人表彰に移ります。まず MIP の発表です。第69回グリーンボールジュニアトーナメントの MIP は磯のスーパースターズワイドレシーバー4番市野弘隆選手です。市野選手はフィールド中央へお進みください。MIP はスーパースターズのレシーバー4番一野選手となりました。この試合はタッチダウンを決めまして、この試合の波乱の幕開けを引き起こしたスーパースターがここで表彰される形になります。勝利できなかったことは無念かもしれませんが見事な活躍でした。最後に MIP の発表です。
失礼しました。 MVP の発表です。第69回グリーンボールジュニアトーナメントの MVP はトライアクシス J スターズ、ワイドレシーバー7番堀角田選手です。そして MVP はトライアクシス J スターズ7番堀となりました。同じく姉妹校により授与いたします。この試合でも逆転を決めました。素晴らしい活躍ぶり、 MVP にふさわしい素晴らしい活躍でした。以上をもちましてグリーンボールジュニアトーナメントの表彰式を終了いたします。本日は最後までご観戦いただき誠にありがとうございました。激戦を戦い抜いた両チームの選手にもう一度温かい拍手をお送りください。トライアクシス J スターズ優勝おめでとうございます。素晴らしい戦いでした。ジュニアトーナメント決勝にふさわしい両雄の戦い、見事な試合でした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。本日は NK タクシーフィールドエクスポへご来場いただきまして誠にありがとうございます。その潜入は別の競技を愛しながらそこでは強化されず、第69回この競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心で差し許可と目的のために犯罪する今の悪感という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。15時55分、この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの会に入って助けとなり、彼らのために一度は離れた仲間が戻り、脇を離れ並みいる強豪たちに呼び倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちましてこの春を彩りました開花開校の春を彩ったグリーンボールジュニアトーナメントは閉幕となります。しかしこれから彼らは研鑽鍛錬の夏を乗り越え再び試練激闘の秋に挑みます。その果てに再び訪れる本会の地を踏み入れることができるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ本日のこの試合の配信を終わらせていただきます。グリーンボールは終わりますが、これよりさらにその研鑽をつまんと数々のチームがこれから交流戦を踏んでまいります。この後に行われます交流戦、愛知ゴールデンウィングス対佐藤建設スタンディングベアーズの一戦もお送りさせていただきます。本日の配信は各チームの申し出によりまして NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。
その配信を実施しましたのは私、ローラケアリシャでした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。